いたしました。続いてのバンドはですね、衣装にも注目です。オーディオメトリーの皆さんです。お願いします。Going long for me.
ました。どうも、ありがとう。ありがとうございました。それでは小倉弘幸さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。まずですね、オーディオメトリー、はい、このバンド名の由来を教えてもらってもいいですか。ですね、私実は耳鼻科医でして、オーディオメトリーというですね、聴力検査という意味なので、我々ハードロックバンドで、まあ音がうるさい大きい、まあどんな耳の通してでも聞こえると、まあこれ聞こえないようだったら、まあうち来てくださいと、そういう感じです。先生なんですね。そうです、開業医です。で、他のバンドの皆さんっていうのはどういったご関係で？ですね、ドラムとこちらのギターはですね、某足利赤十字病院の、事務やっておりまして、某大手製薬メーカーのベーシストがいまして、もう一人のギターの方はですね、どうしても一般人で、患者さんだったりするんですけどもそんな感じです。お医者さんと医療関係の方と患者さんで。そうなんですね。でまた先生、今日は派手な衣装ですけれども、衣装にはこだわりがあるんですか？装飾系なんで僕シマウマです。あ、そうなんですか。装飾系にはちょっと見えなかったんですけれども、またドラムの鈴木さん、はい、鈴木さんの格好皆さん見えましたか？私は見ていいものなのか若干こう迷いがあったんですけれども、鈴木さん最初はですねGジャン着てたんですけれども、全然違う格好で出てきましたね。見せますか鈴木さん。我々もなるべく直視しないようにしてますけども、ちょっと見てみてください。せっかくなんでね、鈴木さんに前に来ていただいて。鈴木でございます。鈴木さん、はい、汗だくですけれども今日はいかがでしたか？楽しかったです、はい、おかげさまで。ありがとうございます。直視してもしなくてもどちらでも構いませんのでありがとうございました。ではですね、最後に、はい、モットーといいますか、このバンドのモットーを聞かせていただけますか？とりあえずこの年になってハードロックやってるバカ親父は少ないと思うんですけども、なるべくこう非日常を味わいたい、味わわせたいというところです。今日は味わいましたか？ありがとうございました。オーディオメトリーの皆さんでした。